定売戸という叙事詩が2つある。定売戸定売軒という叙事詩サイクルに含まれる古代ギリシアの叙事詩。定売戸、または定売ス古代ローマの詩人、スタティウス作のラテン語叙事詩。ホメーロスの作と言われることもある。断片が10残っているだけである。内容は、オイディプースの2人の子、エテオクレースとポリュネーケースの間の戦争を描いている。スタティウスの定売戸、または定売スは1世紀末、ラテン語白銀期に作られた。詩の最後に執筆したのはドミティアヌス帝の統治期間と書かれてある。詩はヘクサメトロスで書かれている。内容は古代ギリシアの定売戸やアイスキュロスの戯曲、定売攻めの7章同様、定売と戦ったアルゴスの7人の将たちの物語を描いている。特に焦点を当てているのは、エテオクレースとポリュネーケースの兄弟の対立である。兄弟は、一緒に、定売を統治するのではなく、交代に統治することにした。この詩の始まった時点では、エテオクレースが統治していて、交代の時期は、間もなく来るところだった。一方、ポリュネーケースは、アルゴス王アドラーストスの娘と結婚したばかりで、定売の統治を心待ちにしていた。スタティウスは、兄弟の不和を主題に作品を編み上げる。数えきれないくらいの歴史、神話の兄弟姉妹の言及、脇役は二人の兄弟の対立を中心にして、鏡のように対照的に動かす。愛と競争心の両方で、兄弟関係の多くの局面が描かれ、また注釈される。さらにスタティウスは、神々を、筋立ての道具として目いっぱい使っている。例えば、定売は、バックスの都市で、アドラーストスは、アポロの司祭である。神々は敵軍を粉砕しようと、間接的に戦いを始め、ドラマに、別の対立が重ねられる。スタティウスの神の描き方について、C.S. ルイスは、ホメーロスやウェルギリウスの手法から離れて、より神話的な処理を施していると見ている。スタティウスの寓意的な手法は、中世に支配的になった。ルイスは違いを説明するために、ホメーロスの描くアレースとスタティウスの描くマールスを比較する。アレースは戦争の中で奮撃する以外は何もしない。一方、マールスは戦う前でさえ盲目的、狂ったように情熱的に怒っている、抽象概念を擬人化したものである。ルイスはさらに、定売戸の中には、すべての寓意的詩の萌芽があると述べている。定売戸は、スタティウスの存命中に人気があった。学生たちは、詩の最初から終わりまでそらんじていたと言われる。ドミティアヌス帝は、スタティウスがお気に入りで、スタティウスの詩の教育での使用は、公のひいきの結果であった。しかし、それだけが、詩の人気の理由ではなかった。時を経て、1100年代後期の作者不詳のフランス語のロマンス詩、レロマンデシブスは、スタティウスの詩に基づいたものである。スタティウスの定売戸は、このように、騎士道的叙事詩に姿を変えた。14世紀、ジョバンニ・ボッカッチョが書いた、叙事詩、テセーダ・デッレ・ノッチェ・ディ・エミリアは、スタティウスの定売戸から惹かれたもので、それはさらに、ジェフリー・チョーサーの、カンタベリー物語の騎士の話でも使われた。ウィリアム・シェイクスピアとジョン・フレッチャーの戯曲、二人の貴公子は、チョーサーの騎士の話を劇化したものである。ありがとうございます。